アップフェルキューヒレアップフェルキューヒレとは、ドイツの伝統的な菓子で、輪切りにしたリンゴを衣に浸して、きつね色に揚げたものである。ドイツ南部の連邦州である、バーデンビュルテンベルク州で人気があり、ヨーロッパ各地やアメリカにも広まっている。リンゴのフリッターに似ているが、パンケーキに近く多くのレシピが存在する。伝統的に生産として食べられていたが、甘みのある味のため、 デザートとして食べることが一般的になった。アップフェルキューヒレは、リンゴを意味する、アップファルト、ケーキを意味する、空気のシュバーベン語の指正字である、カッチルの二つの単語から構成される。標準ドイツ語では、小さなケーキを意味する、キューヒラインと呼ばれる。アップフェルキューヒレが食べられていた記録は、少なくとも18世紀に遡ることができる。 歌詞はドイツ南西部で作られ、バーデンビュルテンベルク州では長い間伝統的な食事となっていた。近年、アップフェルキューヒレはドイツの国境を越えて広まり、人気を博している。リンゴは陶器の長期保存には不向きであるため、アップフェルキューヒレは夏と秋の早い時期に収穫されたリンゴのうち余ったものの調理に適している。売れ残った大量のリンゴ、 もしくは売りに出される前に少しばかり傷がついたために廃棄されるリンゴはアップフェルキューヒレの素材になりうる。シャニクサイの前の油の火曜日にパンケーキを食べる習慣があるようにバーデンビュルテンベルク地方ではローゼンモンタークの前の木曜日である油の木曜日にアップフェルキューヒレが伝統的に食べられている。油の木曜日には断食に備えて 脂肪分が多いものを食べる習慣があり、ドイツ内の他の地域でも揚げ菓子が食べられている。アップフェルキューヒレは伝統的に普通の食事として食べられているが、近年では多様性と人気のためにしばしばデザートとして供される。南ドイツの教会の記念日ではアップフェルキューヒレが食されている。アップフェルキューヒレの主な材料はリンゴと卵、小麦粉、砂糖、 塩から作るパン生地である。また、ビール、フルーツブランデー、シナモンなどを加えて生地に変化をつけることもできる。衣を揚げる油には、もともとは、ラードやバターオイルが使われていた。アプレル級ヒレには、様々な調理法があるが、ごくわずかな材料が違うだけのレシピが多く、それらの材料は好みによって取り替えられたものである。18世紀末から、 バーデンビュルテンベルク地方では料理を宣伝するために様々なソースを使うことが一般的になる。この地域の他の料理のようにアプレル級ヒレはしばしば独特のソースと付け合わせと一緒に供される。シナモンシュガー、あるいは粉砂糖を上にまぶして温かい状態で食べるのが一般的なアプレル級ヒレの食べ方である。冷やしたアプレル級ヒレにバニラソースをかけて供する。 一皿は洗練された菓子として人気があり、バニラアイスクリームを添えたアプレル級ヒレは、特に、子供たちの間で人気が高い。バーデンビュルテンベルク地方の料理人は、アプレル級ヒレをグランマルニーカ、ラムシュでフランベし、小さくすくった、バニラアイスクリームと共に共する調理法を好んでいる。アプレル級ヒレにはフランス語で、熱湯を意味する言葉がついた、チャオードソースもかけられ、 このソースは主にワイン、酢、レモン汁、卵黄、砂糖で作られる。ソースには伝統的に白ワインが使われ、通常はシャンパン。時にはコニャックやシェリー酒を一杯だけ加えられ、温かい状態、冷たい状態どちらでも風味を楽しめる。ありがとうございます。